私の名前はさやか。昼間は正社員として働いている。夫のともきとは結婚5年目。子供はそろそろ欲しいけど、マイホームの資金もようやく半分貯まったところで、あと1年くらいは先かななんて。義両親と義兄夫婦は同居しているから、孫の催促もないし、気楽な生活だ。だけど最近なんとなく、義両親の様子が妙だ。以前は数えるほどしかなかった交流が、ここ1ヶ月ほどでぐっと増えた。義兄夫婦の将来も考えて、2世帯住宅にリフォームするそうだけど、休みの日にわざわざうちに訪れて、リフォーム案を相談するってどういうことなんだろう。さやか、内覧とか好きでよく見に行くだろ。デザインとか間取りとか仕事上詳しいだろうし。私の現職は不動産会社の事務だ。夫にそう言われてなるほどと思ったものの、実際にキッチンを使うのはお姉さんだから、私だったら自分に相談してほしいけどなーなんて。もしかすると不仲なのかなと、その時はそう思っただけだったけど、女の勘ってよく当たる。さやかさん、私ミカだけど覚えてる？定休の水曜日、家にいた私の携帯が鳴った。電話の主は義兄の妻ミカさんだった。前に挨拶した時、連絡先交換したっけ。嫁同士仲良くしましょうなんて、気の弱そうなミカさんに迫ったのを覚えている。義兄は見るからに真面目そうで、遅くまで働く義兄を心配するミカさんは、物言いのはっきりした私と違い、あまり自分のことを言わない控えめな人。みんなの前でどもりながら話すミカさんの話を、じっくり我慢強く待っている義兄の姿に、ミカさん愛されてるなぁなんて微笑ましく思ったものだ。それから特に関わりなく過ごしてきたが、急にどうしたのかと美香さんに続きを促せば、私もうあの家を出たの。絞り出すような声で義実家を出たと繰り返す美香さん。もう1ヶ月も前のことだという。私は混乱した。現在進行形で2世帯住宅の話が進んでいるようだが、あれは一体。嫌な予感がして黙り込む私。心配そうな美香さんにまた連絡すると告げて、一旦電話を切った。ねえ、お兄さんたちが家を出たって本当？玄関で待ち構えていた私は帰宅した夫にそう尋ねた。夫はぎょっとした顔を見せたが、すでに知らされていたのだろう。目を泳がせる夫にもう一度鋭く問えば、母さんに口止めされてたんだ。拗ねた子供のようにしぶしぶ白状した。それで二世帯住宅ってのはどういうことよ。義兄夫婦がいないのに誰と住むのか。え、俺たちが一緒に住むんだよ。は？兄さん夫婦が出てっちゃってさ、母さんたち落ち込んじゃって。まあ嫁さんがひどかったらしいから、目が覚めたら兄さんも帰ってくるだろうけどね。ヘラヘラと説明する夫に唇の端が引きつった。最初は同居だって言われたけど、夫婦のプライバシーも必要だろ。二世帯住宅ならって言ってやったんだぜ。だぜじゃねえよ。ドヤ顔の夫に開いた口が塞がらなかった。まさかと思うけど、そのリフォーム代お母さんたちが出してくれるのよね。まさかそんな。俺たちには貯金があるだろ。半分なら出すって言ったよ。母さんすごく喜んでたし。半分の金額で俺たちの城が手に入るんだぜ。すげえ得した気分。自慢げに言う夫に、私は足元から崩れ落ちそうだった。何ヘラヘラ笑ってるのよ。こんな大事なこと勝手に決めて。ぐっと歯を食いしばり、夫をにらみつける。いや、なんでそんなに怒るんだよ。怒るわよ。二人でコツコツ貯めてきたお金なのに、二世帯住宅って何よ。一緒に住むって何よ。夢のマイホーム。いつか二人で間取りやデザインを考えようって旅行を我慢して貯めてきたお金なのに、私がもろ手を挙げて喜ぶとでも思っていたのか。夫は不機嫌一色になり、怒鳴り返してきた。なんだよ、家は家だろ。
そんなに俺の親と暮らすのが嫌なのかよ。見当違いの怒りに、そうじゃないと言い返しても、夫は聞く耳を持たない。もういい、話にならねえ。このことは母さんたちに言うからな。そう言い捨てて、夫は自室に姿を消した。翌日、夫の告げ口が聞いたのか、仕事帰りに会えないかと義両親から連絡が来た。どんな話をされるのか、嫌な予感しかしなかった私は、会社の同僚に IC レコーダーを借りた。就業後、くたくたになって到着したのは一軒の料理店。義実家に行く気はなかったので、個室を予約させてもらった。向かい合って座ったテーブルの上にレコーダーを置いたら、案の定義両親に嫌な顔をされたが、智樹さんにも報告したいので、と言えば納得したようだ。あのね、さやかさん、結論から言わせてもらえば、あなたがそんなにわがままだと思わなかったかな。どう言えば分かってくれるか困っているの。義母は息子の親思いの行動をつぶさに挙げた。智樹は昔から本当に優しい子でね。二世帯住宅なんて喜ぶべきことでしょう。どうして怒るの？言いたくないけど、うちの嫁失格よ。義父はうなずきながら、憤りもあらわに口を開く。だいたいね、息子に養われておきながら、息子の金の使い道にケチをつけようだなんて、まったく親の顔が見てみたい。どう教育すれば、こんな恩知らずな人間になるのか。義両親の勘違いに気づいた私は、思わず怒鳴りたい気持ちを押し殺し、事実と違う点を指摘した。お言葉ですが、生活費は完全に折半です。智樹さんが払えないときは私がすべて出しましたし、逆に養われたことは一度もありません。貯金も二人で家を建てるために貯めたお金ですから、お父さんに親を侮辱される言われはありません。勤めて冷静に言った私に、最初こそ事実を知って驚いた様子だったが、開き直った義両親の反応は残念すぎた。嫁の分際でなんて物言いなの？侮辱だと？どこの馬の骨かわからない娘が偉そうに。嫁なら嫁らしく黙って親の言うことを聞け。途中からヒートアップしたのか、録音中だということは忘れているような罵詈雑言の嵐。こんな人たちだったなんて、と私は失望しつつ、どこか安堵の気持ちもあった。以前は義両親に対して特に悪感情はなかった。智樹が隠すことなく同居について相談してくれたら了承していたかもしれない。一人責められるのは苦痛だが、今義両親の実態を知れてよかった。長男の嫁はまともに口も聞けない役立たずだったが、次男の嫁はわがままで生意気だとは。ミカさんはね、いくら言っても子供ができないし、寝込んでばかりで家事はしないし、弱々しい見た目で男を籠絡する悪女よ。あなたとどっちがマシかしら。ねえ、さやかさん。あんたよりはマシだよ。というのをこらえて、私は立ち上がった。話はまとまりそうにないですね。私はリフォーム資金を出す気はないですし、同居する気は今日のことでさっぱり消え失せました。IC レコーダーを切ってカバンに押し込む。ようやくその存在を思い出したのか、後ろから私を呼ぶ声が聞こえたが、無視して帰宅した。ほらな、兄さんはあの嫁に騙されてるんだ。IC レコーダーの内容を聞いた夫の反応は、あまりにもバカバカしくて笑うしかなかった。今の会話のどこを聞いたらその感想が出てくるのか。っていうか、同居をする気はないって、まだそんなこと言ってるのかよ。あのさ、私がものすごく悪く言われてたの、ちゃんと聞いてたよね。耳鼻科行く？兄さんの嫁に続いて、お前にも口答えされたんじゃ、ああ言いたくもなるだろう。一緒に暮らせば許してくれるよ。どこまでも義両親の肩を持つ夫に、私は呆れてため息をついた。とにかく、私の考えは変わらないから。貯金は私の分だけ引き上げさせてもらうわ。この調子では
無断で引き出される可能性もあった。そう考えての発言だったが、夫は急に顔色を悪くし、もごもごと言う。ああ、金はさ、もうお母さんに預けたよ。はあ？早く出しておきなさいって言われてさ。言われて仕方なく。夫のこうした態度が目につくようになったのはいつからだろう。呆れた。もう無理。絶対無理。お金は返してもらってよ。私のお金よ。ふざけんな、このマザコン野郎。そう捨て台詞を叫び、私は家を飛び出した。行き着く先は実家だった。カバン一つを抱えて、怒りと悔しさでひどい泣き顔だった私を、両親は驚きつつも温かく迎えてくれた。実家には私物が残っていて、当面の生活は問題ない。帰省中、義姉の美香さんからは連絡が何度かあった。私たちが家を出たせいで、本当にごめんなさい。こちらの様子を報告すると、電話口で泣いていたのがやるせなかった。事件が起こったのは翌週の日曜日。夫も私も休日で、何か起こりそうな予感がしたが、私の勘はすこぶる冴えていた。今時小学生でもしない呼び出し音の連打と私を呼ぶ声。頭痛をこらえて玄関に出ると、両脇に義両親を従えた夫がいた。そろそろ頭も冷えただろ。戻ってこい。何様のつもりか、ふんぞり返って命じる夫。あのさ、まだお金返してもらってないんだけど。うんざりして返すと、いい加減にしろよ。俺の親の家だぞ。金を払うのが当然だろうが。私が不在時に洗脳されたのか、物言いがひどい。話にならないな、とキビスを返す私の腕を義母がつかむ。友樹が話しているのに、ふざけた嫁ね。ふざけているのはどっちですか。家のことを勝手に決めて、私が汗水垂らして稼いだお金を盗んでおいて、払うのが当然？バカ言わないでくださいよ。な、同居すれば今までの無礼千万をあなたたちに許してもらえるらしいですね。一体何様ですか？お姉さんみたいにいびり倒して鬱になるまで追い込もうってことですか？義姉から聞いた嫁いびりは陰湿以外の何者でもなかった。私の大声に近所の人が集まってきて、ついでに家の中から両親も飛び出してきた。世間体を気にする夫と義両親は慌てて私を止めようとするが、私は構わず続ける。お姉さん妊娠したそうですよ。ストレスから解放されたからでしょうね。子供を産めない役立たずだなんてひどすぎる。あんなのはもう母親じゃないってお兄さんも言ってたらしいですよ。な、そんなわけ。孫が欲しいって散々いびったせいで待望の孫が抱けないなんてお気の毒ですね。でも自業自得ですよ、あんたみたいな悪女には。にこりと笑う私にカッとなって手を挙げる義母。その手を止めたのは私の父だった。ふと義父を見合って父は微笑む。そういえば親の顔が見たいとおっしゃっていたが、どうぞとくとご覧ください。さやかの父です。 IC レコーダーの内容は両親にも聞かせていた。うちの娘を金づるにしようと企むなんて、一体どんな教育をされたのかしらね。と付け加えた母の目は完全に座っていた。修羅場が面白いのだろう。やじ馬が携帯で写真を撮る音が聞こえて、ハッとする義両親たち。怒り心頭なのか、義父が玄関先の庭木や植木を蹴りつけ、鉢植えを割る暴挙に出る。これも後できっちり請求しようと思っていたら、喧嘩の通報を受けた警察が現れ、暴れる義父をお縄にしてくれた。あれだけ渋っていたにもかかわらず、これ以上の醜聞を恐れたのか、弁護士を立てて請求をすると、あっさりと諸々の金額が振り込まれた。だが、義実家と実家は二駅ほどの距離で、近所に知り合いがいたのか、彼らの暴挙はあっという間に義実家の近所にも広がった。義母はどうにか孫に会えないものかと義兄にお願いしているが、
取り付く島もない様子。夫は義両親の暴挙にショックを受け、自分も絶縁するからと復縁を希望してきたが、私は無視を決め込む。決め、捺印済みの離婚届は弁護士に預けたから、あとは時間が経つのを待つだけだ。暮らしていたマンションは当然夫だけでは家賃が払えないから実家に戻ったという。互いにいいところしか見せない上辺だけの家族。彼らの未来が容易に想像できて笑いがこみ上げた。